でずっと出て欲しかった大好きな親友に出ていただきます。それはコツネの子です。はい、飯久保春菜です。よろしくお願いします。やったー、嬉しいです。やったー、嬉しい。飯久保春菜ちゃん、やった。よろしくお願いします。大好きで、春菜とはもう何年になるだろうか。いや、今年で多分10年なんですよ。10周年。え、そんなですか。まあ、そうだね。そうなんです。そう、10年前に楽屋にいきなり突撃してくれて中村さん、ジョジョ好きですよね、友達になりましょうっていきなり来てくれて、懐かしい。そう、芸能界でもすごくいいんだった私にガーンともう扉を蹴破って入ってきてくれて、そこから10個ぐらい年が違うんだけど、私は春菜にすごい人生相談したり、もう本当にいい子だった。あの、今まで20周年芸能界に一番性格がいい。やだ、ちょっと待ってください。本当にいい子。もう私からしたらもう本当に中川さんが芸能界入って一番最初にお友達になれた方だったので、イエーイ、もうお姉ちゃんのように慕ってます。こんな私でいいんだろうか。でも本当に姉妹みたいな感じで、うん、でも本当にすごく大好きな春菜と今日は大好きなチョコレート食べまくります。最高。待って、可愛い子とチョコレートって最高。いや、しかもゴーディバです。なんでここに来たかと言いますとですね、これまでは海外とか福岡にしかなかったという幻のゴディバのクレープが出たらしいんです。大宮で。クレープ、やばくない？食べられるんですか？絶対美味しいじゃん。ちなみに私3キロ太ったんで、明日から本気出す。あれ、今日は食べる。中さん、この3ヶ月毎回聞く。あれ、今日は食べる。そしてこの間ハマグリラーメン食べました。マックもめっちゃ食べてましたよ、ね、あるなはい、じゃあ今現在朝の朝超通勤時間の朝です。いや、そうなんですよ。朝からお二人そんなチョコチョコは何時でも食べられますよね。さすがです。そう、春菜の好きなところはいっぱい食べるところ。いっぱい食べます。あのね、すんごい食べるんですよ。最高なんですよ。よくね、いっぱいお出かけしてね、食べまくるんだよね。あの、女子2人と思えない量食べますよね。全量食べますなので、今日もね、気にしないで食べれるのが嬉しいです、はい。じゃあ見ていきましょうか、早速。うわぁ、カフェメニュー、やばい。ちょっと待って、美味しそうね、これ。ゴディバホワイトチョココロネ、レモン、あ、レモンヨーグルト、瀬戸内レモン、レモン推しなのかな。これ今期間限定ですね。今日、クレープ食べちゃったんですか。いや、え、クレープはもちろんで、そのあの、待って、他のなんか普通のサンドイッチとか美味しそう。優しい。いや、さっき中川さんからいただいたんですよ。あ、今日ちょうどつけられるよと思って。やだ、すぐつけてくれて。そう、春菜ありがとう。かわいい、嬉しいです。春菜大好き。カカオバター、やばいね。トリュフ&エッグだって。カカオクリームチーズも美味しそう。私こっちにしよう。トリュフエッグ。え、待って、私ごめんなさい、チョココロネレモンも食べます。え、なんかしょっぱいやつですね。え、さらにいくんですか。え、でもゴディバにしょっぱいやつがあるって知らなくない？さすがカフェ。すみません、私このチョコピーチもガンガン行こうぜ。ホワイトチョコ無理しないでね。これすごいすごい超えていくスタイル素晴らしい。飲み物が、え、カピナンブイコラボチョコリキサー、美味しそう。クレープですか。うわ、どっちにする。どっちがいいですか。どっちでもいいよ。楽しみ、やっと食べれる。バナナ、かわいい、バナナだって。じゃあ私こっち生で。美味しそう。いいんですか、こんな好きなものを。気が長く。ゴディバ天国やりましょうよ、せっかく来たんだもん、こんな朝から。はい、長いですね。すごいです。あと、お会計がプレステのソフト買います。広いカフェ。でも、春菜と10年か。え、そう、気づいたんですよ。今年10年だって。やばいね。早いよ。早いよね。え、でも、春菜はめちゃくちゃ変わったよね。さすがにやっぱり。変わりました、変わりました。最初10代だったんですよ。それ変わるわ。でも、それこそこう、私がモーニング娘。卒業するってなった時に、最初に相談をあ、最初に、私なんかですいません。もう夏のあのチームラボで。チームラボ行ったね。一番最後なんか綺麗なプラネタリウムみたいな空間があるのでお花が舞ってる。そこで中川さんが本当にあの春菜の未来はキラキラだからってお話をしてくださって、あの暗闇だから良かったけどずっと泣いてて。なんかすごい恥ずかしい。え、そっか。
からこう今私舞台をよくやってるけど、そこに中川さんが毎回足を運んでくださるんですよ。すいません、普通に女優春菜の大ファンで、今ずっと春菜の舞台を全部見に行かせていただいてて、すごいんですよ。あんなにキラキラしたピュアだった子が女優として七変化で、すっごいこの間の役はミステリアスでセクシーで、もうボディラインがもう本当にすごいんですよ。本当に美しくって、でいて早口でダーってもう軽快にやり取りしまくる役もやっちゃうし、もう舞台はもう私よりもずっとたくさんやっていて、だから本当に宣言した通りに、あの卒業の日の春菜が黄色いハニー色のねパンツスタイルでめちゃくちゃかっこよくって、嬉しい、もう我がモーニング娘。の人生にいっぺんの悔いなしって叫んだ時についていきます春菜先生ってなって、嬉しい、だから私がもう本当に尊敬してリスペクトしていて、なんか困ると春菜を助けてみたいな感じで、ここ来た中川さん、これ中川さん、彦さんはみ出てる、え、すごいすごい、ハロウィンの悪魔ですよ、やばい最高、ちょっとこれでも遠慮したんですけども、すごい、まずはこちらです、もうゴディバは飲み物です、大丈夫です、すごい美味しそう、朝ですからゼロカロリー、ノークアウト、しかもこれテイクアウトですね、嬉しい、ポンちゃんも来た、やばい、これのために来たんですよ、大宮に高速乗って、おいしそう、バナナと生チョコレートのクレープ、ここでしか食べられません、ゴディバのクレープは、やったー、おいしそう、よし、じゃあいただきましょう、ときの前に、おいしそう、ゴディバデザート、この紙自体がもう大宮でしか見られないもんね、すごい、特別だ、いただきます、打撃を加えないと幸せが出る出る、うまい、うん、極上、溶けた溶けた溶けた、いやー美味しい、もちもちだわ皮が、待ってやっぱゴディバさん本気出したらもう誰も勝てんわ、皮は最高、せっかくだからあの美女が可愛くゴディバクレープ食べる姿欲しくないですか、見たいですね、可愛い子とゴディバっていう天国の組み合わせを私はすごく喜んでるし、お友達のみんなも最高に楽しみだと思うんで、あんま意識しないでいいんで、普通に食べてさて、あんま柄ではないのでいただきます、うーん、可愛い可愛い可愛い、美味しいじゃなくてうーんって言うんだよ、可愛い子が食べると膝叩いちゃうやつ、中川さん、自分はやんなくていいと思ったんです、え、いらないだろ、中川さんの見たいです、いらないだろ、リコーさん、やっぱ先輩の見たいですよ、一番中川さんの見たいです、おじさんがクレープ食べてるとこいらないでしょ、別に90万人が待ち望んでも、待ってください、でも男子が燃えるポイントは今、リコーさんの口にチョコがついてるんです、あ、これは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 これ、みんな取らないでください、取らないでください、ごめん、あの取らないで、ライン取らないでって、チームスタッフ総出でキモくてごめんでも私も同意です、これは可愛いです、これは可愛いです、気づいてないのが可愛いですこれはそこから中川さん、じゃあクレープを可愛く食べて、いやちょっと待って、ハードル上がらない、こちらのカメラです、いい、いや おじさんがさ食べて、いや本当こういうの無理なんだよこういうの一番無理、本当にこういうの、え、このさドリンクもカフェに来ないと飲めないやつだよね、このレモンもそうなんですかね、ショコラありがとうございます、これはこの夏レモン推しだから夏限定かもしれない、期間限定、飲み物こちらも可愛い、いただきます、リアクションが古い、美味しい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 、え、爽やか、え、何これ、ゴディバなんだけども、ゴディバの濃厚さがギュッとあって、ここをギュッと掴まれてる感じなんだけれども、レモンだレモンレモン、そしてヨーグルト、もう麦わら帽子くださいもうすごい、空は快晴、風は南、うわ素晴らしい、ワンピース読みすぎ今中川さん涙目になってますよ、いや、うますぎて泣くやつってあるじゃないですか、あの美味しいは確定してるけど、超えてきてくれるものが好きなんですけど、それだった、チョコ感はあるんですか、あのレモンの酸味とちょっとヨーグルトの濃厚さが次元が違う、もう想像するものの5倍ぐらい濃厚って感じで、でもこのホイップと上にパイ生地みたいなものが散らしてあって、その香ばしさもあるし、とにかくギザうめ、うちもいただきます、美味しそう、
めっちゃ濃厚。ドリンクバージョン。美味しい。99% のカカオのやつにしたんですよ。おっとな。甘さ控えめだけど、うん、でも99だから苦いかなっていう心配もあったんですけど、全然そんなことなく、うん、飲みやすい。めちゃめちゃ美味しいです。じゃあこちらのゴディバ滑らかデザートダークチョコレート&ピーチ。滑らかっていうあたりとピーチのあたりがもうおじさんが興奮してますね。今めちゃくちゃ気になります。わー、こんなにこんなにプリプリな黄身のもちもちの肌の上にキラッキラとしたホイップが乗っかって、ちょっとマネージャーさんに出禁されたら大丈夫かな。まだ何も言ってないよ別に。ただ今おじさんが喋ってるだけ。なんでもう出禁の危機なの。やばい。ほらツヤツヤだ、この君の若いお餅肌がツヤツヤだ。おじさんにはとても眩しくて、え、いいのかい、こんなおじさんでもいいのかい。それではおじさんの胸に飛び込んでおいで。うん、君はまるで剥きたての白桃だ。君の桃のようなこのすべすべのね、本当にあの春なんて友達やめないで。おじさんは面白そう、私もやりたいです。やんなくていい、やんなくていい、憧れなくていいですから。ゴディバ滑らかデザートホワイトチョコ&抹茶。おお。なんとなんと滑らかな、プル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 震えちゃって、怖いのかい怖いのかい。事務所の方すいません、私あるなんで悪気はないです。なんとも滑らかなホワイトチョコレートが白い柔肌を。やめなさいやめなさい。お二人やっぱり似てるんですね。あ、でも、うん、そうっすね。なんだろうな、脳の奥の方の壁が一緒。何によって喜びを得るのかが一緒。ジャパンはそれぞれ持ち帰るっていうことで、うんうん、いや幸せよ。朝ごはんとお昼ごはんですね。うお、今日食べるんかい。今日自分で食べる、素晴らしい。いやもう大好き春菜。でもそう、私は本当に何か悩むと春菜にアドバイスもらって、それで立ち直るみたいなことすごい多いから、うん、まあ、師匠ですよ。でも私はそれがすごく嬉しいです。なんか LINE もそうだし電話もそうだし、こう中川さんとお話ししてる時間が好きなので、なんか相談も何もかもが嬉しいです。とってもちゃんと私も人間として生きてられました。こんなに可愛くてこんな優しい友達がいるから、なんか幼馴染みたいな感じですね。いや、ほんとほんと芸能界の木村みたいな。ごめん、意味わかんないけどね。お会いしました、木村さん。そんな感じ。木村のね、働いてるお店に一緒に行ったりしたのね、うん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 、私の大人の一歩。銀座に飲みに連れて行きました。初めて銀座飲みは中川さんに連れて行っていただいて。そうなんですよね、うん、そういうなんか春菜の初めてをいろいろ見てきましたね、うん、はい、はい、ということで大好きなゆくぼ春菜ちゃんと大好きなゴディバ、美味しかったね。最高ですね、全部美味しかった。なんかさ、私たち本当に美味しいものに対して貪欲じゃん。超えてきてくれたね、やっぱりね。想像超えてきましたね。天国の世界の味でした。ここに来ないと食べられないものたちだったので、みんなもぜひ大宮店までクレープ味わいに来てください。そして、大好きな春菜はいっぱい女優業を頑張っていますので、ぜひ Twitter とかインスタとかチェックしてください。またさ、今度はさ、ドライブの企画とかしたいのでぜひ中川さんが運転してるところを見たいです。それまでに胸を鍛えておくので、はい、あの春なんていちご狩り行きたいんですよ、ドライブで。よくない？行きたい。可愛い子がいちご飼ってるところを見たくないところ、ね、ではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね。ライちゃん、ライライジロ、何してんの？ライちゃん何してんの？何それ？ライちゃん？